南条文夫は、日本の美術評論家、キュレーター。東京都出身。森美術館特別顧問。1949年東京生まれ。1972年に、慶應義塾大学経済学部卒業。三井銀行に入校し、1年後に退職。1976年、慶應義塾大学文学部哲学旅学美術史学、専攻卒業。 国際交流基金勤務、ICA 名古屋ディレクター、南城アソシエーツを経て、2002年4月、森美術館副館長、2006年11月同館長就任。また建築の展覧会、医学と芸術などの独自のビジョンを持った展覧会に興味を持つ。これまでに、第47回ベネツィアビエンナーレ日本館、コミッショナー、台北ビエンナーレコミッショナー、 ターナー賞審査委員、横浜トリエンナーレ2001アーティスティックディレクター、第51回ベネツィアビエンナーレ金、失笑審査委員、第1回、第2回シンガポールビエンナーレアーティスティックディレクター、等を歴任した。また近年では、県北アート2016茨城、県北芸術祭ディレクター、ホノルルビエンナーレ2017期、ユレトリアルディレクターに指名された。2016年、 フランス芸術文化勲章オフィシエを受賞。英画副会長、島ム理事ほか、各取材団、基金等の選考委員、審査委員等を歴任した。自治体等によるアーティスト・イン・レジデンスプロジェクトへのアドバイザーとしても活動している。慶應義塾大学アートセンター訪問書院。横浜の再開発地区夢を丘のパブリックアートのディレクションも手掛けた。 自他共に認めるカメラ好きで、使用中のカメラはキャノン、ニコン、コニカ、リコー等の方からアイカ M9 を愛用する。ありがとうございます。